ルノー・カピュソンは現代フランスのバイオリニスト、カプソンと表記されることもある。クリスチャン・テツラ・フラと同様、バロック奏法の影響を受けた、モダン楽器のバイオリニストの一人であると同時に、ポルタメント奏法や、テンポル・バートにおいて、フランコ・ベルギー派の伝統も受け継いでいる。弟は、チェリストのゴーティー・カピュソン。1976年、フランスのシャンベリウまで、14歳で、 パリ国立高等音楽院に入学し、ジェラール・プーレ、ベーダ・レーノルズに指示。1992年に室内学の1993年にバイオリンのプルミエプリオを獲得。その後ベルリンでトマス・ブランディスに、続いてアイザック・スターン、シュロモ・ミンツに指示。1998年から2000年まで、クラウディオ・アッパードの指名によって、 マーラー・ユーゲント・オーケストラのコンサートマスターを務め、その間、ピエール・ブーレーズ等の指揮者のもとで研鑽を積んだ。2002年11月にベルナルト・ハイティンクの指揮で、ベルリン・フィル・ハーモニー管弦楽団に、2004年7月に、クリストフ・フォンド・ホナー2の指揮で、ボストン公共楽団にデビュー。クリストフ・エッシェンバッハ式のパリ管弦楽団ともに、2004年11月に、中国、 2005年2月にドイツツアーを行った。これまでにウィーンフィルハーモニー管弦楽団をはじめとする世界の主要オーケストラに客演している。これまでに共演した演奏家は、指揮者では、シャルル・デュートは、チョン・ミョン・フン、フランス・ブリュフヘン、ペーター・ダウスガールと、ダニエル・ハーディング、エマニュエル・クリビヌ、レイフ・セーゲルスタム等、気楽奏者では、 マルタールゲリッチ、バシキローバ、エレーヌ・グリモー、マリア・ジョアン・ピレレシュ、ニコラス・アンジェリッシュ、ダニエル・バレンボイム、フランク・ブラレー、イエフィム・ブロンフマン、スティーブン・コバセビチ、オーギュスタン・デュメイ、パウル・グルダ、ミハイル・プレトニオフ、ジャン・イブ・ティボーで、マジム・レイ・ピン、ミッシャ・マイスキー、トゥルルルス・モルク、ジェラール・コセ、ユーリバ・シュメット、ポール・メイエ、エマニュエル・パユ、ジャンワン、それに、弟で、 チェリストのゴーティエ・カピュソンと、中でも指揮者のダニエル・ハーディングとは、以前から意気投合しており、二人で長年温めていた、プロジェクトである、屋根の上の牛や、シューマンとメンデルスゾーンの競争曲の録音がある。バイオリン奏者で2001年、エリザベートを非国際音楽コンクール派者の場バ合バスクリデと婚約していた時期があるが、2009年に、 ジャーナリストのロランス・フェラリと正式に結婚した。クライスラーのセカンド楽器で、若い頃のデュメイが使っていた1721年生、ストラディバリウスを使用していたが、2005年12月、スイス・イタリア銀行が1737年生のグアルネリ・デルジェス、パネットをカピュソンのために購入し、現在はこの楽器を使用している。これは、アイザック・スターンが、 約半世紀にわたって使用し、その録音のほぼ全てにおいて使用した楽器である。ありがとうございます。